ヘルメット。ヘルメットは頭部を衝撃などから保護するために被る防護棒もしくは兜のこと。古来のヘルメットは主に戦闘に使われる兜のことだった。現代でも軍隊や警察などで敵の攻撃から身を守るために使用されている。現代では強化プラスチックなどで安価、軽量なヘルメットを作ることが可能になり様々な場所で使用されている。落下物や飛傷物。 あるいは転落、転倒の危険がある場所では安全上の理由から用が推奨されている。やはり安全上の理由から、スポーツや車両類の運転でもよく使用される。江戸時代以前の武士が被っていた兜や、他にも剣道や薙刀に用いられる面も広い意味で、ヘルメットの一種と言える。刀や矢で傷つけられることから頭部を保護する目的と装飾を持って、 異様を表す目的がある。青銅器時代から兵士の頭部を保護するための革や青銅製のヘルメットが使われていた。ウルのスタンダードと呼ばれるモザイク画には革製と思われるあの紐付きのヘルメットをかぶった種名の兵士たちが描かれている。古代のヘルメットといえばギリシアやローマの曲げで飾られた前立付きのヘルメットが有名だが、この種のヘルメットは アッシリアの浮き彫りにも見ることができる。落下物などから作業者の頭部を保護するために着用する合成樹脂を主なる原料に製作された帽子のうち、所定の検定を通過したものに対して言う。通常は単に保護帽、もしくは安全帽、保安帽と呼ばれ、英語ではセーフティーヘルメットと称する。保護帽は厚生労働大臣が定める規格または安全装置を具備しなければ、 上渡し、対応し、または設置してはならず、労働安全衛生法第42条、保護を製造、輸入したものは、登録形式検定機関が行う、形式検定、サンプル抽出したものを検定するを受けなければならな、労働安全衛生法第44条の2、その構造としては、各の部分である、棒体と内装体からなり、内装体はさらに、 保護棒を着用者の頭回りサイズに合わせるためのヘッドバンド、保護棒の頭部への当たりを良くしたり、衝撃吸収の役目を持つハンモック、保護棒の脱落防止の役目を持つ顎紐、特に耳の部分に当たる V 字の紐を耳紐と呼ぶが通常はセットで扱う、そして墜落時保護用、工術のものには乗車用安全棒に同じく棒体と内装との間に 衝撃吸収ライナー、発泡スチロール製が入れられる。加えて、棒体内部には検定試験、口実に合格した証として、ロー、検ラベルが重複され、形式、検定取得年月、合格番号、製造業者名、製造年月、検定区分が表示されている。ハンモックに、光線テープを使用している形式の一部においては、管紐も,も存在するが、これは、 内装組み立ての際、補助的に使われるパーツである。ちなみに、保護棒の規格では、肝紐について調節できないこととしているが、これは使用者が勝手に肝紐の内径を変えることによる危険を防止するためのものである。肝紐を緩めると、被りは深くなる反面、頭頂部と棒体との距離は近接することになるが、そのような状態で物体が棒体に衝突すると、 その衝撃でハンモックが伸びきる前に頭部が膨大と接触すという事故が生じて大変危険である。一方、国家検定上の区分としては、物体の飛来、落下による危険を防止する、飛来、落下物用、墜落、転落による危険を防止する、墜落時保護用、電気による危険を防止する、電気用の3種類に分類されるが、 現在の墜落用保護棒は平い落下物用も兼ねるのが普通である。合わせて近年では折りたためることや子供向けであることを特徴とし、製品が国家検定も取得し販売されるなどしており、これまでもっぱら作業現場で使用されるものでしかなかった保護棒の防災用品としての地位も築きつつある。保護棒はメーカーや加工業者に内入れ、ロゴマーク、社名など、 を依頼したり、使用者自身がラベルに記名、重複した状態で使用することが一般的である。また使用者が事故にあったりした時のために、保護棒に名前や血液型をあらかじめ書いて着棒する。内例はシルクスクリーンによって行われるほか、作業者の触解表示を兼ねた、ライン、収書を重複たり、玉掛け作業員を判別しやすくするための緑十字。 防体上面に120から 150mm 四方の表示を行ったり、デザインステッカーを重複するといった加工も行われ、保護棒の納入後に使用者側で新規入場者、教育修了証、担当業務、保有資格などのラベルを重複することもある。また、ヘルタイと呼ばれるヘルメット専用の色付きの帯を取り付けて、色ごとに所属を表すこともある。 その他保護棒に取り付けて使用できるオプション品として、棒うよ、または防寒タれ、送風機、日よけ、麦わら棒の縁だけのものなどの季節用品、保護眼鏡、防災面、耳栓、イヤーマフといった保護具、ホイッスルペンホルダー LED ライトのよう、身近にあると便利な作業用品も用意されている。日本では産業用や、 土木工事として販売されているヘルメットであっても、道路交通法施行規則第9条の5に適合するものであれば、原動着付自転車やオートバイの乗車にも使用することができ、作業用安全帽や保護帽としてだけでなく、乗車用ヘルメットの規格にも適合している製品が市販されている。下記の作業において、使用者は労働者に保護帽を着用させなければならない。 また労働者は、指示された場合に保護棒を着用しなければならない。行政指導通達による保護棒の着用規定も存在する。大きな衝撃を受けた場合、日々の使用から生じる損傷の程度によっては、対応年数以内であっても、新品との交換が必要。作業に適した保護棒の選定が重要である。大胸かきの3種類に分類されるが、 全つば付けなど特殊な形状の製品も存在する。本来は保護棒に含まれないが、関連が深いため同一項目とした。物体の飛来落下や追転落の恐れのない作業場所においても、作業内容によっては頭部をぶつける、切るといった災害が発生する。そのような場面において使用されるものが、軽作業棒である。保護棒としての規格には満足しないため、 労働安全衛生規則で保護棒の着用を定められた作業では使用することができないが、半面安価であり、構造もより単純なものとなっている。当然、保護棒の規格に定められた顎紐も不要であるが、これについては、軽作業棒を扱う全メーカーがオプション扱いで用意している東洋80型は簡易なゴム紐を標準添付。使用場所の一例としては、 自動車工場の車体組み立て工程、教書における機械装置の組み立て、調整作業、宅配便の集配拠点におけるロールボックスへの2の積み下ろし作業、ボックスの中間棚や前面の蓋をかけるためのバーに頭部をぶつける災害が非常に多いなどが挙げられる。なお、交換時期の目安や手入れなど、取り扱い法については保護棒に準ずるものとする。国内における軽作業棒の製造、 販売は平成初期に開始され、布防止の代替としてや国家検定品に比較し安価なルメットとして、その普及を見せている。各種の輸送機器に乗車する際、用いられるヘルメットである。乗員が障害物や地面にぶつかる時の運動エネルギーを吸収、また対貫通防護により、頭部の障害を防ぐためのものであり、一般的にはメットと略されることもある。 フォークリフトなどの場合は作業用のものが用いられている。オートバイの乗車中は法令でヘルメットを着用することを義務付けている国や地域も多く、オートバイ乗車用の製品には強度や保護性能に規格が定められている。自動車のモータースポーツにおいても事故や火災から頭部を守るためにヘルメットの着用が義務付けられており、 日本語で公式競技や、それに準ずる競技、その他主催者が指定するイベントでサーキットなどを走行するには、日本自動車連盟の競技企画ヘルメットの装着が必要になる。これ以外の目的でサーキットなどを走行する場合でも、低速の体験走行やパレードのような危険が予想されない場合を除き、オートバイ用を含めた何らかの企画に適合するヘルメットの装着が必ずである。 下位置など、上院の頭部が外部に出ている場合は、オートバイ用のフルフェイスヘルメットに似た形状である、二輪用に、比べ上下方向の視界の広さが必要ないため、窓の部分が細長くなっている。通常の車両の場合は、顔が直接外気にさらされることがないため、Z 型が使用される場合もあるが、この場合、火災から顔面を守るために、 耐火繊維性のフェンスマスクを併用することが多い。ラリーなど、他者との会話が必要な競技では、インカム、ヘッドセットが組み込まれているヘルメットが使われる。オートバイ用のヘルメットと異なり、自動車競技用ヘルメットは、耐火性能も重視されるため、材質が工夫されるほか、開口部は小さく、火炎の侵入を防止するための鼻当てが備えられる。逆に、オートバイ用では、 自動車競技用ほど耐火性能は重視されない。また、オートバイ用は歩行者などへの衝突を考慮して、外面に金属部品を用いないが、自動車競技用ではこの問題はないため金属、部品使用される。そもそも規格自体が異なるため、自動車用ヘルメットをオートバイに用いた場合は、法的な保護を受けられない可能性もある。警察官の所属部署、交通機動隊。 高速道路交通警察隊、警察署の事故処理車など、自動車系ら隊では被らないによっては、パトカー乗車中にもヘルメットを被っている。オーストラリア、カナダ、フィンランド、アイスランド、イスラエル、スウェーデン、ニュージーランドと、アメリカの37の州で自転車乗車時のヘルメット着用が義務化されている。アメリカの場合、オートバイよりも自転車の方が、着用義務が厳しい。 日本では2008年6月の道路交通法改正で13歳未満の児童、幼児のヘルメット着用が保護者の努力義務となった。また、同年4月から京都府では自転車に同乗する幼児のヘルメット着用が条例で見つけられている。法的にそれ以上の着用義務はないが、主にサイクルスポーツでヘルメットが使われている。安全性の規格として、 SG 規格があるほか、ロードレースに出場するには、JCF、日本自転競技連盟認定のヘルメットを着用する必要がある。一般的なものは発泡スチロール成型のインナーシェルに薄いプラスチックのアウターシェルを被せており、転倒の際にはこれらを破損させることで頭部への衝撃を緩和する。全体に通気用の穴が開けられているが、この構造は、 耐貫通性の基準を満たしていないため、オートバイ用ヘルメットとしては認められない。2007年に検体による自転車用ヘルメットの側面衝撃実験を行ったところ、側頭部を覆っていない8品目中7品で、側頭部への接触、うち1つで骨折が確認された。マウンテンバイクでも同様のヘルメットを使うことは多いが、マウンテンバイク向けとして、 保護面積を増やしたものも使われている。また、ダートジャンプ等の危険度が高い種目では、ABS 女子のシェルを持つスケートボード用と同様のものが使われ、本格的なダウンヒルでは、FRP のシェルで頭部を完全に保護するフリフェイス型が割れる。自転車中学を認めている日本の小学校、中学校、高等学校では、自転車での峠工事に、 ヘルメット着用を定めている場合が多い。特に、東海地震に係る地震防災対策強化地域などでは、徒歩通学の小学生にも、登下工事にヘルメットを着用させている。構造的には、保安坊と大差ないものと、自転車用、乗車用ヘルメットの基準を満たしているものもある。多くは全面に交渉を表示する。ヘルメットは製造個時間が経つにつれ、 干渉剤や外殻が劣化してくる。見た目での劣化状況はわかりづらいが、新品購入時よりも緩くなれば、寿命の目安とされる。日本のヘルメットメーカー2社は、北米市場で購入後5年、製造後7年の品質保証をつけて販売しているが、日本市場では SG マークの表示有効期間が、乗車用ヘルメットでは使用開始後、購入後3となるため、期限内での交換を推奨している。 また、ヘルメットは衝撃に対して潰れることで頭部を保護しているため、一度でも強く衝撃を受けた者は、外見上大きな損傷が見られなくても、保護能力を失っており、交換が必要になる。転落や衝突といった危険を伴うスポーツでは、それぞれの用途に適したヘルメットが使用される。アメリカンフットボールは、非常に激しいボディコンタクトを伴うスポーツであり、 頭部を保護するためにヘルメットの着用が義務付けられている。防体表面がプラスチック製で衝撃吸収用のパッドが内蔵されている点では、モータースポーツ用のヘルメットと類似しているが、顔面部分は金属の棒を格子状に組み合わせたフェースガード、フイスマスクともとなっている。フェースガードの形はポジションにより異なり、クォーターバック等のパスに関わるポジションでは視野を 重視して目の部分が広く開いたフェースガードが使われることが多く逆に基本的にボールを扱うことのない攻守ライン面では安全性を重視して格子の目が細かく頑丈で顔面に加えて喉も保護できるよう大型のフェースガードが使われることが多いまたフェースガードにはヘルメットと同じく頭部を保護するために用いられるマウスピースがストラップで釣られていることが多い ヘルメットはストラップで頭部に固定されるが、純粋な顎紐状のストラップでは、激しいコンタクトには耐えられず、ヘルメットがずれた場合に首を締めてしまう恐れもあるため、より固く固定できる顎で、チンカップ付きのストラップとなっている。プレイ中の勢いのある動きの中で、フェースガードを掴まれると首に大きな力がかかって、脊髄損傷に結びつく、可能性が高く、フェースガードを掴むことは、 グラスピングザフェイスマスクというファンとなっている。特にフェイスガードを掴んで力任せに引っ張るような悪質な場合には退場が宣告されることがある。またタックルブロックの際に手や肩を使わず頭突きのようにヘルメットだけで相手にコンタクトすることはスペアリングという反則となっている。タックルブロックをする側の選手は全ての衝撃が首にかかるために脊髄損傷に結びつく。 可能性が高く、タックルブロックを受ける、側の選手も硬いヘルメットを、スピアリングの名の通りありの世に突き込まれて負傷する、可能性が高く、これらを予防するための措置である。落馬の際の頭部負傷防止のため、機種、または調教等において競争馬に起乗する者が、着用する。日本中央競馬会、以下 JRA とするでは、施行規定第39条第1項及び、 第2項、同規定第95条第3項により防食、種類等が定められている。防食は枠番号によって発色に区分され、さらに同一、枠番号に同一服色の馬が複数いた場合に、第2色、第3色の染め分け色が指定される。レースでは JRA が備え付けた数種類のうち、機種が希望したものが対応される。海外競馬においては、 勝負服のデザインに合わせた色のヘルメットを着用していること多い。JRA 所属場が海外でレースに出走する場合も同様また、ミホトレーニングセンターなどの調教場では、機種や調教助手などの職種により決められた棒色のヘルメットを着用する。JRA で使用されるヘルメットは、脳神経外科の医師、メーカー、JRA 等が共同開発したもので、骨折や 損傷防止を第一とした堅牢なものではなく、柔らかい芝屋だトといった路面での衝撃感は似る。脳座状の防止に重点が置かれているため、発泡スチロール、ウレタン、比較といった衝撃吸収剤が素材に用いられている。馬産地として知られるアメリカ合衆国ケンタッキー州では、2004年2月4日のマイケル・ローランド騎手の落馬死亡事故に橋を発し、 安全性を求める声が大きくなった。事故以前にも、州競馬機関規定のヘルメットは、フィット感に乏しく、レース中にずれて、視界を遮断するなど、機種の間から疑問の声が多く上がっていたという。事故から2週間後の16日には、ヘルメット規制が撤廃され、2006年9月には、ASTM 規格の基準を満たしたヘルメットの着用を義務付ける新規定が施行された。 主に、ローラースケートやスケートボード向けに製造された、軽量なプラスチック製ヘルメット。BMX でもレース以外では、このヘルメットが多く使われている。アグレッシブ以外のインラインスケートでは、これよりも通気性の良い自転車用ヘルメットを使う、ことが多い。打者、走者、捕手などに着用が義務付けられている。また近年では、投手用、ヘルメット、 ヘッドギアを着用する選手もいる。ラグビー、格闘技等のコンタクトスポーツでは、ヘルメットは使用されず柔らかいヘッドギアが使用される。詳細は、リンク先を参照。戦闘に巻き込まれる可能性のある兵士たちは、組用ヘルメットを着用するのが通例である。貫通力の高い小銃弾に対する防御は、困難であるため、第一次世界大戦前までは、 ヘルメットはあまり使用されず、一部で、革製ヘルメットが使われる程度であった。しかし、第一次大戦中に、榴弾や手榴弾の破片から、兵士の頭部を保護する、必要性が生じ、各国軍で採用され出した。以降、ベトナム戦争の頃までは、材料として、主に鋼鉄が使われていたが、近年は、ケブラーなどの繊維を、数十枚重ね、 フェノール樹脂を含振させて成形したものが主流である。繊維を使った現代の軍用ヘルメットは、鋼鉄製のものと比べると軽量だが、防弾性能自体はあまり向上しておらず、小銃弾の貫通を防ぐことは難しい。第一次大戦当時は各国ごとに形状に、バリエーションが見られたが、第二次世界大戦後は冷戦により、東西両人英国の軍隊がそれぞれアメリカ軍。 ソビエト連邦軍の軍勢を取り入れ装備供与などを蹴るようになると西側陣営はアメリカ軍の東側陣営はソ連軍の軍装の強い影響を受けヘルメットも統一されていくアメリカ陸軍は当初イギリス陸軍と同じ皿型のブロディヘルメットを使用していたが1942年に独自デザインの M1 ヘルメットに変更するこのデザインは第二次大戦後に 西側諸国の主流となった、例、陸上自衛隊66式鉄棒。しかし、20世紀末には、耳まで保護する旧ドイツ軍様式、シュタールヘルムがより優れているとして、移行動デザインを使用するようになった、パスグッドヘルメット、俗称、フリッツヘルメット。アメリカ軍の、この正式採用と同時期に、冷戦は終結し、アメリカ軍の影響がより強まったことで、 このフリッツヘルメットは各国軍、例、陸上自衛隊88式鉄棒や特殊部隊に広まり、共産圏である中国人民解放軍でも採用された。旧ソ連時代は東側諸国に影響を与えていたロシア連邦軍でも21世紀に入ってフリッツヘルメット、耳を覆う部分がアメリカ軍のものより若干耳から離れているが、 また旧ソ連構成国のカザフスタン軍やアメリカとは敵対関係にあるミャンマー軍でもフリッツヘルメットが採用されている。ベトナム軍もフリッツヘルメットを採用していることが2010年の軍パレードで確認された。このように現代の主要国軍の主要装備ヘルメットはほとんどがフリッツヘルメットに移行、ないし移行中である韓国軍は M1 ヘルメットを 今だ使用しているが、フリッツヘルメットへの置き換えが進んでいる。第二次大戦の頃は、木の枝や草を刺して偽装するためのネットを使っていたが、その後迷彩戦闘服が普及すると、防体の上から迷彩服と同じ柄の迷彩カバーを被せることが多くなった。迷彩カバーにも木の枝葉を刺すためのボタンホール状の穴を有すものがある。なお、記録映像や写真などで主に、 アメリカ軍の兵士がヘルメットの顎紐をしていない場合があるが、これは銃弾が当たった衝撃や砲弾や爆弾の着弾により起こった爆風の風圧により、かけている顎紐に首を引っ張られて、脊髄損傷するのを防ぐためである。紐をかけていなければヘルメットが火だけで済む。なお当時のアメリカ軍では M1 ヘルメット顎紐用のオプションとして強く引っ張られると、 自動的に外れるバックルも存在した。日本軍、陸軍、海軍のヘルメット、九十式鉄棒の防大は、クロムモリブ電工を用いた当時としては、高質で、比較的高性能なものであった。これは、当初、兵器に分類して、鉄かぶとと称していたが、その後、被覆の分類に移された際、鉄棒に解消された。その名残で自衛隊では、材質が、鋼鉄から、 ケブラ FRP に変わった現在でも、正式名称として、鉄棒、88式鉄棒と称している。パラシュート降下を行う、空挺部隊では、降下のサイバラコードが引っかかって、不解散事故を起こすことを防ぐため終焉の唾のない、ものを使う。他に降下時にフルフェイスのヘルメットを着用する例も、見られる。いずれにしてもヘルメットは重く、敏瘍な動きを制限したり、 屋内などでの近接戦闘では邪魔になったりするので、野戦に従事しない特殊部隊では正規専用のヘルメットを使わないことがある。そのような場合では、ABS 樹脂製、防弾能力はないなどの軽量なヘルメットが使用されている登山用ヘルメットを流用する部隊もある。軍用機乗員もヘルメットを着装する。こちらは野戦用と違い、 基本的には操縦室など機内で頭部を周囲にぶつけた時に保護する目的である。第二次大戦時までは革製の頭巾が主流だったが、戦後は FRP などプラスチック製のヘルメットを着用するようになった。また、多くは強い日光や紫外線から目を保護するための濃色バイザーが内蔵されている。現在では軽量化のため、外付け式になっているものもあるほか、 無線電話用の指示アーム付きマイクや酸素マスクが付けられる作りになっている。特に戦闘機のパイロット用は加速度により増大するヘルメットの重量が首に負担をかけるので軽量化が図られ一方でパイロットの視界に直接情報を投影するヘッドマウントディスプレイを装備したものも登場している。戦車や走行車乗員も車内での頭部保護用としてヘルメットを着装する。 純粋な衝撃吸収用は少数派で、多くの場合は、社外戦闘も考慮してある。ロシア、ソビエト連邦から技術供与を受けた国々やドイツ連邦軍では、独特の干渉パッド付きヘルメットを使用する。軍用と用途が似ているが、対岸性を備えるものは重いためもっぱら特殊部隊などが使用する。防都鎮圧用のものもよく見られ、機動隊等が装備する。 顔面を保護するバイザーなどが取り付けられていることが多い。また一部の国の警察では警棒としてヘルメットを採用している。付随して警部への打撃を分散するプロテクターが付いている場合が白バイ隊員やパトカー要員が被るもの、また交番勤務者が黒バイ乗車の際被るものは警察庁仕様ではあるが、行動を走るためオートバイ用ヘルメットである。 日本の審査翼の参加するデモや集会では、色とりどりの工事用ヘルメットが見られた。ゲバヘルトーとも呼ぶ。これらは武装闘争時に、機動隊の警棒から頭を保護するため、また別セクトとの打ちゲバの際に、角材から頭を保護したり所属セクトを明らかにしたり、するために用いられた。ヘルメットは、セクトに応じて色分けされ、太字で、セクトの略称が記載されており、 最盛期には震災欲のみならず、民生や社政同教会派のような既存災翼も着用し、さらには右翼系、宗教系の団体でも一部で用いられた。また、中ピレンは印のついたピンク色のヘルメットを着用した。ヘルメットに加え、公安や敵対セクトから身元を割り出されることを避けるために交尾をマフラーやガーゼマスクで覆い、サングラスを着用することが多いが、 顔全体を覆う二輪車用のフルフェイスヘルメットが用いられることはほとんどない。主要核派の主なデザインには以下がある。大半は正確には核学生組織のものである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。